オーストリア連邦鉄道3071、軽乗機動車とは、運転室の背後に大きな荷物積載スペースを設けた、タンク式蒸気機関車である。旧スロバキア鉄道は1940年に、同型車 M273.1 を購入した。旧オーストリア連邦鉄道が、1935年から1938年に、かけて、 ウィーンのフロリドスドルフ機関車工場から20両を購入した。1935年に BB に納入された最初の重量は DT1 型と命名された。DT とはドイツ語における上機動車の略である。この軽量な車両は快速列車用に設計されたが、実際は主に四線区で使用された。 ナチスドイツに併合後のドイツ国営鉄道で、この車両は71.5型に分類された。これらの機関車はミュンヘン東機関区に配置され、暖房、入れ替え作業や、側線での運転に使用された。2両が第二次世界大戦を生き残ることができず、残りの18両が1945年にオーストリアに返された。オーストリア連邦鉄道ではすぐに、 大半の車両が引退したが、大腸に残った少数の車両に3071系の形式称号が与えられた。1968年に全廃されるまで、それらはウィーン地区を拠点にしていた。この形式の唯一の残存者が3071.07号機で、あり、ウィーンのストラスホフ鉄道博物館に保存されている。この機関車はレンツ式弁装置を持つ。 荷物室と密閉型運転室を有する点が上機動車たる、ゆえんである。1バイト1の軸配置は前後両方向への運行に適している。省力化のために一人乗無用の装置が備わっていた。ありがとうございます。